対ブルーサイの、エースオブ遊ぶ波動家開くの試合を始めたいと思います。それでは両チームともにレイお願いします。じゃあ30秒計測開始します。それでは試合始めたいと思います。いきましょう。波動ファイト。さあ始まりました。このミラーカップ 3-3 第1試合ですね。まず先に先制点を取ってきたのがおっとブルースタイルをアホの波動が開く。あの試合中はメンズスタイルで開くというお話を飛ばしていただきます。さあね、開くが一気にポイントを取ってきているが、さあここでレッドタイルもポイントを取ってまいりました。波動に。さあ3対3とここで点数が並んで、おっとここでさあね、審判の方から、はい、おっとカブトムシさん、カブトムシさん、アームセンサー落ちてますよ。落ちてますよ。ちゃんとつけてください。はい、6対4、6対4。さあ、さあ7対6、1点リードのレッドサイド。さあ、ここでイラクもポイントとして並びます。後耳の勝利です。おめでとうございます。いや、それはマジかだよね。遊ぶ開くはね。はい、お待たせしました。ではレッドサイドマックスファクター VS ブルーサイド遊ぶ波動家進の試合を始めたいと思います。両チームともにレイお願いします。ではただいま指3チーム結束開始です。では試合の方始めていきましょう。1枚シールが始まりました。レッドサイドマックスバッター。さあ、スタートアップを見て1ポイント取ってきましたね。さあ、赤でポイントを取ってきます。4対1、3点リード、レッドサイドマックスバッター。さあ、しかし、進むポイントを取ってきますね。さあ、4対2、6対2。さあ、この一気にポイントを取っているマックスバッターが強い。さあ、進め、ここからどう出てくるでしょうか。さあ、9対2。ちょっと球が避けきれてないですかね、ブルーサイド。進むチーム。さあ、しっかり足に出して球を避けていきましょう。さあ、対してね、マックスバッター、今回はかなり落ち着いた試合展開ですね。さあ、13対5、さらにポイントを取っていきます。さあ、15対4、16対4と一気にポイントを取っているブルーサイド、マックスバッター。さあ、ここは1点でも多く取りたいブルーサイド、進むチーム。さあ、ここからどうなっていくでしょうか。残り時間が20秒、15回になりました。18対5、18対5、ファンのポイントを取る。さあ、ここで20点台に突入してまいりました、マックスバッター。いや、強い。さあ、残り時間が10秒切ってる。さあ、すでにポイントを取り続けているマックスバッター、23点、24点と、さらに点数を重ねてきて、終了。24対8、24対8で、この勝負、レッドサイド、マックスバッターの勝利です。おめでとうございます。次は足をもっと動かしましょう。はい、それではレッドサイドアヒル組 VS ブルーサイドトリオの試合を始めたいと思います。両チームともにレイ、はい、お願いします。さあ30秒計測開始です。さあ全員エントリー完了しているので試合始めたいと思います。いきましょう。ハローファイト。さあ、まずは1枚シールドを出してまいりました。レッドサイドアヒルグミ。さあ、ここでまず1ポイント、2ポイント一気に取ってきました、アヒルグミ。さあ、ブルーサイドトリオもまずは1ポイント目をゲット。さあ、アヒルグミはね、かなりね、足の動きがいいですからね。さあ、ここをどのように攻め込んでいくのでしょうか、ブルーサイドトリオ。さあ、現在4対2の2点差。さあ、吠える、吠える、ヨネ吠えるヨネ。さあね、ヨネ君の吠えるね、やっぱ結構ね、気合が入りますよね。
シュートもね、非常に良くなった気がしまして、さあ7対4の3点リード、岡本選手ですが、昼組、しかしトリオも負けておりません。さあまだまだいけると思いますよ、これは。さあ着実にポイントを取って3点差まで詰めてきた。さあトリオもここから一気に逆転することができるか。さあシードをしっかり出して守ってきた天才ラチル組。さあ2点差まで詰めてきた、残り20秒。さあここで一気に3枚張っている、3枚シールドを張っているぞ。さあヨネ君のシールドを全て使い切って、ルキア君のシールドを全て使い切ってました。さあ完全に守りに入っている。さあトリオ攻め切ることがなかなかできないか。12対7の5点差。さあ1点でも多く取りたいが、なかなかシールドが残せない。終了。13対7でこの勝負、レッドサイド、アヒル組の勝利です。おめでとうございます。完全にいい作戦でしたね、今のね。一気に取っていって、ちゃんと最後シードを守りきる、素晴らしい。はい、それでは、レッドサイド、野内カニム王者 VS ブルーサイド、浅野波動か開くの試合を始めたいと思います。両チームともにレイ、お願いします。さあ30秒経過開始です。両チームともにエントリー完了ですね。では始めたいと思います、行きましょう。それでは行きます。波動ファイト。さあ両チームともにシールド1枚ずつ出してもらいました。先に取り取ったのはレッドサイドのみ。さあ2対2対1、2対1、さらにポイントを取ってきて2対2並んでいる。3対2。さあ1点リードレッドサイドのノーキンチーム。さあ気楽もポイントを取ってきて、かなりいい試合してますね。この3枚のシールド結構いいですよ、後ろの方でしっかり狙ってますね。さあしかしここでノーキンがポイント1点取ってもらいました。5対3の1点リード。さあブルーサイド気楽、まあ、ここから点数を詰めることができるんでしょうか。スピードを詰めるというと、両チームともに1人ずつシールドプレー、3、3、2、2のノーキン1人。対してブルーサイド、開くの方は2、2、3、3でしたね。なかなかね、見ないっていう感じです。さあ10対4、さらに一気にポイントを取っています、レッドサイド。さあ残り時間20秒になりました、現在12対4。さあここで審判の方に手が上がってますね。ブルーサイド、開くの方で、さあラインオーバーが見られます。さあラインでラインを気をつけてください。残り時間20秒切った、14対5、14対5。さあさらにポイントを取ってくるレッドサイド、ノーキン。終了。16対8、16対8、ダブルスコアでこの勝負、レッドサイドノーキンの勝利です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次の試合に行きましょう。はい、はい、それではレッドサイドハト組 VS ブルーサイドトリオの試合始めたいと思います。両チームともにレイ、お願いします。では30秒計測開始します。さあ両チームとも揃っているので始めたいと思います、行きましょう。波動ファイト。さあ先にまず1ポイント目取ってまいりました、レッドサイド。あとにさあ今回も全員出てきてますね、カブトムシ、カブトムシさん。さあ4対1、さあ4対2とトリオもポイントを取ってきておりまして、3点リードレッドサイド、ハトルニー。さあここから一気に攻めていくことができるか。さあ7対3の4点リード。さあここで1枚シールドを出してきました、トリオ。しかし割られてしまいました。さあ7対5、3点差。さあ大体3点差の状態ですね。さあただいま9対4、一気にポイントを取ってきたレッドサイド、ハトルニー、10対5の5点差。さあ残り時間が30秒、12対5、13対5と一気にポイントを取ってますレッドサイド、ハト組。さあブルーサイドポイントを取りに行くことができるのか。残り時間が20秒になりました。さあ14対8。さあここからなんとかポイントを伸ばしたいところだが、なかなか得点が当たらないでしょうか。さあ15対9と、なかなか点数が伸びない。さあ5点差。しかし残り時間があとわずか。終了。16対11でこの勝負、レッドサイドハト組の勝利です。おめでとうございます。はい、では次の試合に行きましょう。
それではレッドサイド、マックスファクター VS ブルーサイド初組、失礼しました、アヒル組の試合始めたいと思います。両チームともにレイお願いします。では30秒計測開始です。はい、それでは試合の方始めたいと思います。いきましょう。さあ、父母そして彼女もいなくなっちゃった翔くん、頑張ってください。ではいきますよ、ファイトおー、両チームともにほぼ同時に1ポイントずつ取ってまいりました。さあ、よくいきなよくいきな赤いの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 、あーっと、ここで一気にポイントを取ってきたブルーサイド、アヒル組1対3と2点リード。さあ、シングルも先に使ってきたですね。さあ、ここで天心の方から手が上がっていますと、イエモンさんから手出てますのでね、ラインとかしないで気をつけてください。さあ、2対6の4点リードブルーサイドアヒル組。さあ、残り時間が40秒、2対7、波動歴で言えばね、圧倒的にマックスバッターの方が上なんですが、アヒル組やはり最近の勢いがすごいですね。プレーにもその勢いが出ているのでしょうか。回収力、さあ2対8、6点リード。さあ、マックスバッター、ここ取りに行くことができるでしょうか。残り時間が20秒になりました。さあ、2対9、7点リード、ブルーサイドアヒル組。しかし、ここでシールドを全て使い切ってきました。さあ、残り時間が10秒切った、4対10。さあ、残り4対11の12、一気にポイントを取る、ね、ブルーサイドアヒル組にシールド。4対13でこの勝負、ブルーサイドアヒル組の勝利です。おめでとうございます。はい、それでは次の試合に行きましょう。レッドサイド、脳内カレーの魔女 VS ブルーサイド、遊ぶ波動か進むの試合始めます。両チームともにレイお願いします。はい、では、ただいま30秒計測開始します。さあ、30秒計測終了です。それでは試合の方始めていきましょう。波動ファイト。おっと、あ、久しぶりに見たこの動きの横張り。さあ、2ポイント取ってきた。さあ、4対1、さあ、一気にポイント取ってますよ、レッドサイドの動き。さあ、ブルーサイド、遊びもしっかり食らいついているが、なかなか、おっと、一気にポイント取って7対4の3点差。さあ、遊ぶ、一矢報いるか、これは。さあ、7対5、2点差。さあ、いけるか。さあ、と1点差まで詰めてきたぞ、7対6。さあ、残り時間が40秒。さあ、ここでポイントを取ったローキン、9対6。さあ、ここでシールド1枚出してきた、遊ぶ。さあ、9対7、2点差。さあ、取ってきた、1点差。さあ、取れるか、遊ぶ、9対8。さあ、ここで取ってきた、いや、譲れない。さあ、残り時間20秒。さあ、ローキンも取っては来てるが、アスムも必死に取っている。しかし、ここで点差が離れてしまったが、14対9、5点差。ここに時間が10秒。アスム頑張ってください、あと一歩。終了、16対9でこの勝負、レッドサイド脳内金の王者の勝利です。おめでとうございます。レッドサイドトリオ VS プルサイドバスル波動化開くの試合始めたいと思います。両チームともにレイお願いします。あと30秒経過開始です。さあ、では全員揃ったように試合始めたいと思います。いきましょう。波動ファイト。おっと、いきなりポイント先制点取ってまいりました。ブルーサイド、トリオ波動化開く。さあ、先週の方で手が上がっております。トリオの方でね、ちょっとラインオーバーがあるようですね。ラインオーバーしないように気をつけてください。さあ、3対3。さあ、一気にここでポイント取って1点リード。さあ、かなりシールド重ねて入ってきてますね、アスム。さあ、
さあここで5対5と並んだ。さあトリオがここにリードするか、それともジラクがリードするんでしょうか。さあトップでしたのはトリオ。さあここでステータスの方を見てみると、ジラクの方はシールドプレイヤー1人3の人ですね。さあ対してトリオの方はシールドに振る人は1人もいませんでした。全員どうでしたか。さあ一気にポイントを取っていくことができるのか。さあ10対6、4点差。さあ残り時間20秒、11対6の5点差。さらにポイントを重ねてくるレッドサイドトリオ、さあブルーサイドジラク、さあこの点差を縮めていくことができるのでしょうか。さあ13対8、カットここで手が上がっている。がしかし残り時間はあと僅か、13対8、終了。でこの勝負レッドサイドトリオの勝利です。おめでとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは次の試合に行きましょう。はい、ではレッドサイド鳩組 VS ブルーサイドマックスファクターの試合始めたいと思います。両チームともにレイお願いします。それでは30秒計測開始です。はい、終了です。さあそれでは全員揃ってこの試合を始めていきたいと思います。行きましょう。ハローファイト。カリさんのジャンプ力は結構高いですよね。綺麗に飛んでます。しかしジャンプといえばこの人カブトムシさんがいますからね今回。さあね、ジャンプ対決が見られるのでしょうか。さあ2対2、さあここで1点リードしてきたのはレッドサイドアトルミ。さあ4対2、さらにポイントを取っていくので、さあマックスバッターもここでおっと前衛後衛が入れ替わりましたね。さあ宮本さんの前衛、さあトミさんが後ろに下がっている。さあ6対2、さあここでさらに中津選手が出てきた。さあフォーメーションも完全に入れ替わりましたよ。さあ対してハドミの方のフォーメーションは一体変わらず前衛に前衛拳、後ろ後衛にカブトムシさんとハトさん。さあここからどのような展開を見せてくるでしょうか。残り時間が20秒だか。さあ9対3、さらにポイントを重ねてくるブルーサイドマックスバッター9対5、4点差。さあこの4点差を詰めることができるか。いや、ここでポイントを取っていたのがレッドサイドハトムに強い12対5。さあブルーサイドマックスバッターあとわずかが届かないか。終了。8でこの勝負レッドサイド鳩組の勝利です。おめでとうございます。いや、見てた遊ぶからも強っていうコメントは強いですね。じゃあ挨拶したいと思います。それではレッドサイドの内カネの方では VS ブルーサイドトリオの試合始めたいと思います。両チームともにレイお願いします。さあそれでは30秒計測開始です。さあそれでは試合の方を始めたいと思います。行きましょう。ファイト。さあレッドサイドのノーキングの方で2枚シールが出てきまして、さあハト、わーかなり高めのシールドですね。4のシールド、1、2、3、4のスキルですね。さあ横割りのシールドがかなり硬い。さあこれをうまく使ってしている。ノーキングはね、ほんと出始めの頃からねこの横張りをね、強くやってきてますからね。さあ、5対3、しかしトリオも一気にポイントを取ってきている。さあ、取れるのか。さあ、うまい、一気に取ってきた。さあ、7対3、4点差。さあ、ここでまたしても横張りのシールドが出てきた。さあ、この固めのシールド、4のシールドをいかに早く壊せるか。そこがトリオの課題になってきているが、なかなか壊れないか。9対4と一気に点差を取られている。さあ、ここでシールドが割れた。ここから巻き返せるか。トリオ残り時間20秒。さあ、13対4の9点差。もう固めのシールドはありません。4のシールドはない。ここで一気に詰めたいところだから、残り時間が10秒になってしまった。13対4、依然点差がわずかだが縮めてはいるが、まだまだ点差がある。終了。7でこの勝負レッドサイドの脳内金の王者の勝利です。おめでとうございます。
15対7。はい、それではレッドサイドアヒル組 VS ブルーサイド浅野かどうか進むの試合始めたいと思います。両チームともにね、はい、お願いします。さあ、それでは30秒経過開始です。さあ、全員揃っておりますので試合の方始めたいと思います。それでは行きましょう。それでは参ります。ハードファイト。さあ、まずはポイント取ってまいりました。両チームともほぼ同時に取ってみましたね。2対1、1点リード。さあ、でもアヒル組名物ですね、これはね。もう米中のこの競りのようなこの応援。さあ、7対3、8対3と一気にポイントを取ってる。さあね、あの米中の声でも BGM も僕の声も変えても聞こえないぐらいでかい声で出ておりますよ。さあ、その声に浮き続いているのか、レッドサイドアヒル組一気にポイントを取ってきてます。15対3。さあ、ブルーサイド浅野何としてもポイント取っていきたいところは、ただなかなか取れないか。さあ、すごい勢いで取っているレッドサイドアヒル組。さあ、この勢いでこれは30点までいくか。さあ、残り時間が20秒になりました。さあ、27対、さあ28点、残り2点で30ポイント台に突入。さあ、しかしあそこも何とかしてでもポイントを1点でも取りたいところ。さあ、ここで30点台に突入。さらにポイントを稼ぎます。レッドサイドアヒル組終了。32対6でこの勝負、レッドサイドアヒル組の勝利です。おめでとうございます。さあ、それではレッドサイドマックスアクター VS ブルーサイド遊ぶ波動か開くの試合始めたいと思います。両チームともにレイお願いします。スタートのレースの準備です。開始です。さあ、では全員揃ってのプレー試合始めたいと思います。それでは行きましょう。波動ファイト。おっと、ここで先週の方で手が上がっておりますブルーサイド開くの方でね、ラインオーバー出てるので気をつけてください。さあ、ポイント取ってきてますレッドサイドマックスアクター2対1の1点リード。しかし今回の試合先制点を取ったのはブルーサイド遊ぶ開くでしたね。さあ、3対1の2点リード。さあ、ここからどのような展開を見せてくるか。さあ、いいですね、遊ぶがいい試合をしますよ。5対4の1点差。さあ、なかなか惜しいですね。さあ、残り時間の40秒、3分経過。さあ、ここで一気にシールドを外したレッドサイドマックスアクター。さあ、このシールドをいかに早く壊していくことができるのでしょうか。さあ、現在8対5、9対5とポイントを重ねてくるレッドサイドマックスアクター。さあ、残り時間が20秒になりました。13対5。さあ、ここで16対5と一気にポイントを取って11点差、12点差と点差をつけてきているレッドサイドマックスアクター。さあ、開く頑張って、開く終了。20対6でこの勝負、レッドサイドマックスアクターの勝利です。おめでとうございます。先輩かました。はい、ではレッドサイド脳内カネノボーザー VS ブルーサイドアヒル組の試合が始まります。両チームともにレイお願いします。対戦では30秒です。開始です。はい、では全員揃ったので始めたいと思います。行きましょう。ハローファイト。さあ、おっと、ここでレッドサイド手が上がっておりますね。さあ、ライン出ないようにラインオーバー取ってください。さあ、現在2対1、さらにポイントが取ってきました。ブルーサイドアヒル組2対
3の1点リード。さあ、ローキング必死に食らいついていく。3対5の2点差。さあ、ここでこの点差を取りに行くことができるか。さあ、横丸のシールドを1枚出してきた。ローキング3対6。さあ、ご飯にも横丸のシールドはこれはね、4つのシールドですね。対してブルーサイド開ける時は4点を出しているシールドも4のシールド。さあ、お互い4のシールドを出しております。しかし、ローキングの方には1人2のシールドがいます。さあ、この場合までここを使い終わってくるのか。4対7の3点リード、ブルーサイド開ける時に残り時間が20秒。さあ、このキー必死に食らいついていく。さあ、2点差が進んできた。さあ、ここから一気に。さあ、詰めた1点差、1点差、1点差。さあ、取れるか、ローキー。さあ、残り時間が10秒切っている。ここで取ってきたのは、明海、6対9の3点リード。終了。惜しかった、ローキー。わずかと動かず、6対9でこの勝負、ブルーサイド、明海の勝利です。おめでとうございます。はい、それではレッドサイドマックスバクター VS ブルーサイドトリオの試合始めたいと思います。両チームともにレイお願いします。サイドは3秒30秒開始です。はい、では両チームともに揃って試合始めたいと思います。いきましょう。さあ、どうファイト。さあ、ファクトブテの方がね、上がってました。ライオンはしないように気をつけてください。さあ、さっき1ポイント取ってまいりました。レッドサイドマックスバッター、ここでポイントのポイントを取ってきた。1対1。さあ、ここでさらにポイントを重ねてきた。2対2。さあ、なかなか意外と点数は動かないですね。さあ、1点リード、レッドサイドマックスバッター。しかし、すかさずトリオを取る。かなり拮抗した試合ですね。これは3対3。さあ、4対4と並んでいる。おかみさんがここでまた後ろに下がって、中地さん、飯森さんの前に出てきている。マックバッターが、ね、このね、メンバーの攻撃のチームじゃないですね。さあ、ここでポイントを取ってきました。レッドサイドマックバッター一気にポイントを取って7対5の2点リード。さあ、このまま逃げ切るか。いや、しかしここでトリオを詰め込んできた。残り時間が20秒。8対6の2点差。さあ、トリオまだいける、取りにいけるか。さあ、取ってきた。1点差、並んだ。8対8。さあ、残り時間が10秒。8対8、取れるか、トリオ。さあ、マックスバッターのポイントを取った。9対8、1点差。なんと、ここで取ってきた。終了。ギリギリのところで取ってまいりました。11対8でこの勝負、レッドサイドマックスバクターの勝利です。おめでとうございます。いやー、ドキドキした。はい、ありがとうございます。さあ、それではレッドサイド鳩組 VS ブルーサイド遊ぶ波動家の進む試合始めたいと思います。両チームともにね、お願いします。はい、それでは30秒計測開始いたします。さあ、両チームとも準備できているので始めたいと思います。それでは行きましょう。最初にポイントを取ってます。レッドサイドの鳩組。さあ、進む。ポイントを取りに行けるのでしょうか。現在11対3。さあ、ここでポイントを重ねてきてますね。レッドサイド鳩組の13対4。さあ、かなり低いところからカウントさんが打っています。なかなかね、これをね、かわせていないでしょうか。さあ、15対6。さあ、進む。1点のボールを超えるか。残り時間が20秒切った。現在17対6の11.2度、レッドサイド鳩組。さあ、残り時間が10秒になりました。さあ、ブルーサイド進む。1点のボールを超えたい。さあ、10点台まで届くか。残り2点。
はい、では、レッツサイドマンライカネブモジャ VS ブルーサイドマックスファクターの試合始めたいと思います。両チームともにレイお願いします。さあ、でそれでは3球の開始です。さあ、それでは試合の方を始めていきましょう。さあ、さらにポイントを増えてきた。さあ、節分を頑張ってください。
ました。ブルーサイド6対9。3点リード。さあ、ここからこのまま逃げ切ることができるか。残り時間が20秒。さあ、6対10の4点リード。さあ、ここでポイントを取ってきました。レッドサイド。進む。さあ、8対11。3点差。さあ、ポイントを重ねてきた。ブルーサイド、疑惑。終了。さあ、それでは試合の方始めたいと思います。行きましょう。カードファイト。おお、仲良くない。さあ、0対1。さあ、1対2の1点リード、ブルーサイド。さあ、2対3、1点リード。パトウィー、さあ、大きい。さあ、ここで3対4とあたりは、なんかね、大きいヤナちゃんの動きが結構止まってますね。さあ、ヤナちゃんどうやって振ってくるんでしょうか。4対4と、さあ、並んでいる。さあ、ヤナちゃんが何か言うておりますが、はい、試合は続きますが、さあ、5対5。さあ、同点。ここからリードするのはどちらでしょうか。6対6。さあ、残り時間が20秒。さあ、1点リードしました。この前、金のモンダン。さあ、7対8、7対8、1点リード、ブルーサイド。さあ、残り時間が10秒切っている。8対8と並んだ。さあ、ここからリードしたのがローキンガイ。そんな、あー、終了。惜しかった、惜しかった。ギリギリのところで取り返した。9対10でこの勝負、ブルーサイド旗組の勝利です。おめでとうございます。それでは、レッドサイドアヒル組 VS ブルーサイド遊ぶ波動が開くの試合を始めたいと思います。両チームともにレイお願いします。さあ、それでは30秒計測開始です。はい、それでは30秒計測終了です。さあ、では全員揃っている試合の方を始めたいと思います。それでは行きましょう。波動ポイントを取ってきました。3対1、点リード。さあ、なかなか開く、ここでポイントが取れないでしょうか。さあ、開く、頑張ってください。7対1、8対1、8対1。さあ、9対1と会長にポイントを取ってきています。レッドサイドアヒルに対して開く、1点から先に点数が伸びておりません。さあ、なんとしても点数を重ねていきたいところ。さあ、13対1。さあ、行きたいと思います。レッドサイドトリオ VS ブルーサイド
代の遊ぶ波動か進むの試合始めたいと思います。両チームともにねお願いします。はい、それでは32球戦開始です。進むはここで、これが最後ですよ。ここで勝てば一生は取れますから、ね、始めたいと思います。それでは行きましょう。さあ、2対1、2対1さあ、進め、ポイントを取りに行くことができるでしょうか。5対2の3点にゴール、2対5さあ、さあ5対3、5対3さあ、2点差、さあ、ここでトリオの3にポイントを取りに来ております。さあ8対3、8対3さあ残り40秒、半分経過。さあステータスを見てみると全員がシールに振ってはいませんね。さあ、バッティングステータス両チームとも一緒ですね。3331が2名の3241が1名さあ11対5、さあトリオの方が実力が上か、それとも遊ぶ箱で進むが一心に増えるか。残り時間が20秒さあ進むも少しずつポイントは取ってきてはいるが、なかなか15対8。さあ残り時間が10秒です。15対9。さあ残りわずか終了、15対9でこの勝負はレッドサイドトリオの勝利です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは、レッドサイド鳩組 VS ブルーサイドの金の王者の試合を始めたいと思います。両チームともにレイお願いします。はい、それでは39球戦開始です。まずは1本目準決勝いきたいと思います。参りましょう。カゴファイト。さあ、まずはシングルを1点取ってしまいました。さあ、まず先にポイントを取ってきたのが1点目、前回の東大金本社ローキンチーム。さあね、ローキンはね、先ほど、予選では4位という結果でした。しかし、ここで1位通過のこの鳩組を倒して決勝に行く可能性もあります。さあ、ローキンとしてはここで勝っていきたいところ。さあ、この気合の入りようがこの点数に影響しているでしょうか。現在2対7の5点リード、ノーキー、ブルーサイド。さあ、さらにポイントを重ねていません。さあ、しかし、ハットリがじりじりと詰めてきた。さあ、じりじりと後半になって詰めてきてますよ。さあ、5対8、5対8さあ、この3点差、ここでポイントを取ってきたのがブルーサイド、ノーキー、6対9さあ、このまま逃げ切ることができるか。いや、詰めてきたぞ。さあ、1点差だ。残り時間20秒さあ、9対10、1点リード、1点リードのノーキー。さあ、ここで並んできた。さあ、しかし、ちょっとポイントを取る。さあ、このまま逃げ切りたい、逃げ切りたい。さあ、10対11と、ここで取られてしまった。並んだ、並んだ。さあ、取り返したのがブレーサイド、旗組失点しました、レッツサイド。さあ、取れるか。終了、13対11で、この勝負、まず1本目は、レッドサイド、旗組の勝利です。おめでとうございます。さあ、それでは、次の2本目に行きたいと思います。さあ、両チームともに準備完了しているので、それでは2本目行きたいと思います。それでは行きましょう。さあ、取ることができるのか。波動ファイト。さあ、ここで先にポイントを取ってきたのはノーキン。そして取られてしまったおかげで、カオコメさんがシールドを張ることができませんでしたね。さあ、2対2、2対23対2と、さあ、今回は先に一気にリードしていきますよ、レッツサイド弾み。さあ、ノーキン取りに行けるか。6対4、2点差。さあ、7対4、3点差だ。ちょっとここで取ってきたのはレッツサイド弾み。さらにポイントを重ねています。さあ、レッツサイドノーキン、4点から点数が動かないか。
さあ、一気にポイントを取って2桁10点台に突入しましたね、レッツサイドハトグリーン。さあ、ここでローキーもポイントを取るが、すかさず取られる。さあ、12対6、さあ、5点差。さあ、ここから詰めることができるのか、ブルーサイド。ローキー、残り時間が20秒。さあ、13対8、さらにポイントを重ねていますレッドサイド。さあ、15対9、さあ、残り時間が10秒、17対10。さあ、ローキーも10点台に突入はしたが、点差は開いている。17対11、さらにポイントを重ねるレッドサイド終了。19対11でこの勝負、レッドサイド鳩組の勝利ということで、決勝進出は鳩組です。おめでとうございます。それではレッドサイドアヒル組 VS ブルーサイドマックスファクターの、試合を準決勝を始めたいと思います。両チームともにレイお願いします。さあ、それではブレイキンスの開始です。はい、では全員エントリーの完了したので始めたいと思います。それでは行きましょう。ハードアップファイト。いや、神さんが本当によく飛びますね。すごい高い。さあ、2対0。さあ、ここで手が上がってますね。さあ、ラインオーバーしないようにマックバッターの方ですね。さあ、気をつけてください。さあ、最初にポイント1位取っています。4対1、3点リードレッドサイド、アヒル組。おー、危ない勝負でございます。さあ、ここで手が上がっているアヒル組の方でもラインオーバー出てますね。さあ、ライン出ないように気をつけてください。6対2。さあ、マックバッター。さあ、ここでマックとしても取っていきたいところ。8対3。さあ、5点差詰めていくことができるか。さあ、残り時間が30秒。さあ、さらにここでポイントを重ねてきました、レッドサイド秋組。さあ、10点台突入、さらにポイントを取ってくれ。残り時間が20秒。さあ、11対4、さらにポイントを取ってきました、11対5。さあ、ブレッドサイド松田君も必死に追いかける、必死に追いかけてはいるが、さあ、残りの5点差詰められるか。残り時間が10秒切った、13対6。さらにポイントを重ねていきます、レッツサイド、アヒル組。終了、14対8でこの勝負、まず1本目はレッツサイド、アヒル組の勝利です。おめでとうございます。はい、では次の試合に行きましょう。はい、30秒計測終了です。さあ、それでは2本目行きたいと思います。参りましょう。2対0。さらにポイントを取ってきました、3対0。さあ、ブルーサイドバックショット、このままポイントを取れないか。さあ、これ先進の方で手が上がってますね。さあ、皆さん、ゴーバークロスオーバーです。ライン出ないように気をつけてくださいね。さあ、4対2の2点リードレッツサイドアヒル組。さあ、ここでバックショットが1点ずつ詰めてきました。4対3。さあ、5対3。さあ、2点リード、さらにポイント取ります、3点リード。さあ、6対4の2点差、シールドを張って守ってはいるが、さあ、バックパッカー取りに行けるのか。さあ、残り時間が間もなく20秒になりました。7対4の3点リード、さらにポイントを重ねていきます、レッドサイド、アヒル組4点リード。しかし、ここですかさずポイントを取ってきたブルーサイド、バックパッカー。しかし、残り3点差。さあ、ここで詰めることができるのか。さあ、先進の方で手も上がっている。さあ、残り5秒、9対5、4点リード、レッドサイド、アヒル組終了。11対5でこの勝負、レッドサイド、アヒル組が勝利です。おめでとうございます。はい、それではレッドサイド、本来カネマ王者 VS ブルーサイド、マックスアスカの試合を始めたいと思います。両チームともにレイ、お願いします。さあ、それでは30秒計測開始です。はい、それでは準備整えましたので試合の方始めたいと思います。行きましょう。
ハローファイト。さあすごいですね、めちゃくちゃ飛んだ勢いでさらに倒れ込むように下から打ってまいりました。うるさい松坂カミさん。さあ現在1対1、さあここでポイントを1点リードしてきた本来なるのだ。しかし、すかさず松本さんがポイントを取ってくる。さあ、現在は3対2の1点差。さあ、ここでポイントを取ってきました、ウルセド。4対3、4対4と並んでいる。さあ、ここで松本さんが取り返したが、さあ、もう一度ポイントを取る。5対6、さあ、ほぼほぼ拮抗した戦いですね、これは。さあ、ここからどのような展開を見せてくるのでしょうか。さあ、現在5対6、6対7と点数が動いているが、さあ、1点リードを保っています、ウルセド。松坂、さあ、ノーキック取りに行くことができるのでしょうか。残り時間がまもなく20秒になりました。7対9、2点リード、ブルーサイド。さあ、この2点差を埋められるのか、レッドサイド、ノーキック。さあ、残り時間が10秒、7対12と一気にポイントを取ってリードしています、ブルーサイド、松坂。さあ、8対14。終了。それでは2本目を始めたいと思います。いきましょう。ハードファイト。おお、本当にすごい飛びますよね、マミさん。今日あれだけ試合を予選繰り返してやってきて、そしてこの3位決定戦ですからね。いまだにこれだけの動きができる、すごい体力ですね。さあ点数の方で言うと、ただいま3点リード、レッドサイド、ノーキン。さあブルーサイド、マックスパクター、どんなか思うように点が取れていないのか。さあここで2点を取ってきて5対2。さあ3点リード。さあ残り時間がまもなく40秒になりました、6対3。さあリードしているのはレッドサイド、ノーキン。先ほどの試合とは打って変わって、さあ9対4の5点リード、残り30秒。さあここで1本を取って、そして3本目につなげたいレッドサイド、ノーキー。さあつなげることができるのでしょうか。残り20秒になりました。さあ松坂がポイントを取ってきている。10対8。さあ11対9。さあノーキー逃げ切れるか。このまま12対10。さあ2点差。さあ松坂を必死に取りに行く。さあ取れるか、金の文字の勝利です。おめでとうございます。それではラスト3本目いきたいと思います。これで勝った方が3位です。いきましょう。さあビギナーズカップ 3-on-3、 3位はどちらの手に。いきます。ハードファイト。さあ先に先制点を取ってきたのはブルーサイド。さあやはりね、ラストといって両チームともにかなり動きに気合が入ってます。さあ0対2。さあノーキーもここでポイントを取ってきて7対2。さあここからポイントを取って、さあノーキーが1点リード。さあさらにポイントを取ってくる、4対2。さあ1点差を詰めることができるのか、ブルーサイド、マクソスター。さあ詰めた、4対4。残り40秒、半分経過。さあ点の取り合いです。さあここからリードしてくるのはどちらでしょうか。さあ1点のリード、マックスだった。しかし1点はすぐ返されてしまった。さあ取れるのか、レッドサイド、ノーキー。さあ取った、6対6、並んでいる。さあ残り時間が20秒になった。7対8、いやここで8対8。さあ両者ともに譲れない。さあ1点差ではまだ安心できない。
フリースタイルアヒル組の決勝戦を行いたいと思います。両チームともにレイお願いします。それでは30秒計測開始です。さあそれでは、試合の方を始めたいと思います。行きましょう。僕の隣にヨネ君がいるのが不安でしょうがないです。では行きます。ハローファイトさあ、レッドサイド、2枚シールをライトしました。さあ、1枚のシールの距離、結構かなり高いですね。ハートさんの出してるシールの、これ5のシールですね。さあ、このシールをいかに早く壊せるのが勝利の鍵じゃないでしょうか。さあ、キルゲイ壊しに行けるのか。さあ、2対1、2対1さあ、選手コールで上がっております。さあ、内容はしないように気をつけてください。3対2の1点リード、レッドサイド。さあ、ブルーサイドも必死で上げる。5対4。さあ、この1点差取りに行くことができるのか。さあ、なかなかこの点差がさあ、並ぶことない。さあ、6対4。さあ、さらにポイントを取ってきたレッドサイド、8対5、3点差どうなる。この後残り20秒。1本目はまず14対7でこの勝負、レッドサイド鳩組の勝利です。おめでとうございます。さあそれでは2本目いきたいと思います。参りましょう。ハドウォーファイト。さあ鳩組がここで勝って1位に輝くのか、それともアヒル組が取って3本目に持ち込むのか。さあ、ただいま現在は1対1。さあ、しかしここで両チームが勝っています。2対2。さあ、どちらも譲りません。さあ、ここからリードしてくるのはどちらか。さあ、レッドサイド、ハト組のシールドがすごい量を張ってますね。さあ、一気にすでに6枚、いや7枚使ってますね。さあ、今回リードしているのはアヒル組か。3対4、1点リード。さあ、4対5、1点差。さあ、ここでさあ、シールドがハッサーの固め、このシールドが割られてしまった。もうこの固いシールドはない。さあ、ここから一気に固めかけることができるのか。アヒル組、残り時間20秒。6対10、4点リード。さあ、これはいいぞ。さあ、この勢いでいけるのか。さあ、レッドサイド、ハト組必死で追いかけるが、さあ、7対11の4点差、残り5秒。終了。8対11で2本目はブルーサイド、アヒル組の勝利です。おめでとうございます。さあ、それでは決勝戦最後の試合、3本目いきたいと思います。参ります。ハードファイト。さあ、先制点を取ってまいりました。0対1、アヒル組にいきなり取ってきましたね。さあ、アヒル終了を発揮した。さあ、メンバーチェンジによって今回はアヒル組全員攻撃型。さあ、しかしアヒル組は一気に最初にポイントを取っている。1対5。さあ、2対5の3点リードブルーサイドアヒル組。さあ、しかしハト組が着実にポイントを取って詰めてきてはいるが、アヒル組はここで一気にポイントを取ってさらにリードを広げてきた。さあ、残り40秒、半分経過、5対9の4点差。しかしこれはまだ油断できない。さあ、ここから取り返せるか、レッドサイドハト組。さあ、アヒル組がここで10点、2桁台に突入です。しかし、ハト組もポイントを取ってくる。3点差、7対10。さあ、残り時間が間もなく20秒になりました。さあ、7対12、さらにポイントを重ねてきます。レッドサイドは
さあ3点差、残り10秒。さあこのまま逃げ切るのか、ブレザーのハトグリ、それともいけるか、アヒルグリ。終了。9対12でブレザーのアヒルグリが勝利ということで、本日3-on-3-1位はアヒルグリ。では第3位、ノーライ金の王者、ありがとうございます。はい、ではね、第3位のこちら今週の1万円分を、はい、あのね、ネクストアップは僕のところでさっき見た結果、見事に全然問題なかったんで直るので、今のままのままなので、この1万円は修理代じゃなくてそのままあげます。頑張ります。